秋の高山祭りでからくりを奉納する布袋隊の稽古は昨日午後7時から行われ、人形を操る綾方が36本の糸を巧みに操り、布袋様と2体のからこ人形を動かしました。2体のからこが布袋様の肩に飛び移る離れ技がからくり奉納の最大の見どころです。昨日の練習には小学生から高校生までの5人も参加し、互いに声を掛け合って糸を引くタイミングなどを確認しました。秋の高山祭りは今月9日と10日で、からくり奉納は桜山八幡宮の境内で行われます。